はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の詩集シリーズの第25弾をお送りします。で、今回ちょっと問題数少ないんですが、8問で、8番ですね。これちょっと初めて入れてみました。文章問題が1問入ってます。ちょっと詩集っていうにはね、少しレベルが高く感じる子もいると思うんですが、ぜひね、一回ここで動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、不安なのとか、わかんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、確認してみてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、いつも通りね、画面下げますので、お待ちください。ちょっと動きますよ。よいしょ。遅い。ほっ、行き過ぎたね。このぐらいでいいかな。下はちょっとギリギリだったね。よし、じゃあ行きましょう。ではね、まず最初は計算問題が続くので、計算ミスに気をつけながら行きます。で、まず1番は、まあ、マイナス4、マイナス8なので、まあ、マイナス4とマイナス8をくっつける、まあ、足すってイメージでいいかなと思うんですけど、これはマイナス同士なんで、マイナス、そして4と8をくっつけて、12になります。で、2番は、俺の大嫌いな分数ですね。で、これは分母が3と7です。通分しないと引き算ができないので、21に通分します。まあ、ちょっと間があるんでね、書きましょうか。21分のと、21分の。まあ、こういう書き方すると小学校怒られますけどね。で、こっちは7倍してるので、上も7倍して7。右は3倍ですね。してるんで、上も3倍して9。つまり、分母は変わらないですけど、上は7-9になるので、マイナス2。つまり、ちょっとこれ消そうか。マイナス出して、マイナス21分の2と。これで、OK です。で、次がルート。これは、まあ、ルート50、ルート32、両方とも直すことができます。ほにゃららルート、ほにゃららってね。で、まずこっちが、慣れてくるとね、まあ、覚えてしまうとありがたいんですけど、50は 25×2 です。で、25っていうのが5後25、まあ、5の2乗ですね。を使ってるから、5が前に出てくるんで、ルート50は5ルート2になります。で、こっちの32は 16×2 なんだよね。で、16が4の2乗だから4が出てくる。つまり、4ルート2になる。で、ルートの中身が同じになれば引き算ができるので、5-4 が1でしょ。つまり1ルート2になるんですけど、1は変えちゃいけないので、ルート2、これで終了となります。で、4番二次方程式、これなんですけど、多分ね、最近の詩集シリーズだとちょっと久しぶりになると思います。最近ね、結構こう、カッコカッコっていう、まあ、因数分解ができる形がほとんどだったんですけど、まあ、これできないんですよ。じゃあどうするって言った時には、解の公式を使ってください。まあ、久しぶりなんでちょっと書きましょうか、公式。解の公式ね、x イコール 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac です。これが解の公式。で、abc それぞれ何かっていうと、a がここの数字の1、隠れてるけどね。b がマイナス5、c が2です。それを全部代入して解いていく。そうすると、まず 2a 分のだから 2×1 で、2分のマイナス b なんで、これの符号を変えるから、プラスに変わって5。プラスマイナスルート B の2乗。マイナス5の2乗なんで、マイナス5分ける。マイナス5だから25ね。で、引く、マイナス 4ac だから 4×a×c。4×1×2 なんで8だよね。で、こうなる。で、必ずルートの中身をちゃんと計算して、2分の5プラスマイナスルート17。ルート17って出せないんですよ。なんとかルートなんとか。これみたいにね。直すことができないので、これはここで終了となります。出せるときはね、ちゃんと出してください。で、ちょっと消しちゃおうか。次、角度の問題なんですけど、次はね、おそらく、2パターンというか、大きく分けるとね、2つの解き方に分かれるかなと思います。で、自分が、じゃあやる方法は、まあ、せっかくなんで外角を使っていくんですけど、まあ、そっちから紹介しようか。まず、ここ、外ですよ。外角ね。
ここが中なんで内角、隣が外角なんですけど、外角、外角、外角が分かってるんで、じゃあもう、ついでだからここの、まあこっちでもいいか。まあいいか。いや、こっちの方がなんか綺麗な気がする。ここね。ここの外角出しちゃおうぜってとこからまず行きます。で、これはですね、南角形、今四角形ですけどここ。これが五角形だろうが六角形だろうが、外角っていうのは全部足したら、ここもね、足したら360なのがルールになります。何角形だろうが外角は足したら360なの。なので、今70と105と98を足します。待ってね、ここ足すと273か。だから、360から273を引く。待ってね。これ危ねえな。87か。これがここなの。外角がわかる。で、それのお隣さんだから X。で、お隣さんっていうのは180から引けばいいよね。つまり180から87引いて、93度。これが答えになります。自分はこっちでやりましたけどね、外角使った方。で、もう一個のやり方は、まあ、外角を使わないで、四角形じゃん、ここ。これね。だから、ここ70だったらさ、そのお隣さんのここ、180から70引いて110度ってわかりますよね。で、同様に、ここも、ここも出してしまえば、四角形も、まあ、四角形もっていうか、四角形は、中の4つの角度足したら360なんで、こことこことここを足して360から引けば93も出てきますので、まあ外角で攻めていくか内角で攻めるかの違いだと思うんですけど、だからお好きな方でやってみてください。ただ、外角、ね、外の角度を全部足したら360度。これは五角形だろうが六角形だろうが全部そう。っていうのはぜひね、覚えておいてください。で、6番が半球ですよね。の表面積と体積。で、これはまあ前回の、四種シリーズも出てきましたけど、ちょっとワードね、2連続で出しました。それだけね、ちょっとね、覚えてほしいとこなんで。で、今回表面積が先に書いてあるから、こっちからいきます。で、表面積っていうのは、まあ半球なんで、元々の球を半分って考えればいい。で、球の表面積、外ね、球の外の。ここの表面積の公式が 4π かける半径2回です。4πr2 乗でも構わないんですけど、つまり今ここ半径6だから、4π かける半径2回なんですよ。こうやってやって。で、それを半分にしてるから、そう、半球だからね、半分なんで、つまり2分の1をかけますと。ただし、表面積の時だけ。で、半球の表面積が一番引っ掛けて出やすいから、ここ気をつけなきゃいけなくって、今、この出したこの計算ね、っていうのは、この部分、これまあヘルメットみたいな形だと思ってほしいんですけど、上のこの部分しかないの。上の。こう、なでなでしたくなる、この部分ね。でも、表面積っていうのは見えてるとこ全部だから、ここの下の部分見えてるよね、今ね。ここが入ってない。で、そこは円の面積だから、それ、足す、まあ、円はね、半径かける半径かける π で出せるんで、6636、それに π つけて、これで OK。こっちが円ね。で、こっちがまあ、なでなでする方、こっち。の部分と思ってください。で、あとは足せばいいので、これ、うん、ちょっと待ってね。ここを約分して3、24×3 か。こっちがね、まあ、合ってんのかな。じゃあ18、まあ、いいや。6424で、32、72、それに足すから、108か。108π で、表面積なんで、平方センチメートル。これが、まずね、1個。これで終わりです。で、もう1個体積出しましょう。で、体積もね、まず、球の公式を覚えましょう。球の体積の公式は、最初の数字が3分の4です。まあ、3分の 4π かける半径3回です。つまり6かける6かける6ですね。で、それを今半球、球の半分にしちゃってるから上と同じね。かける2分の1半分にしてください。で、体積に関しては後の引っ掛けはないです。単純に 半分にしてくれれば大丈夫なので、
計算ミスだよね、あと俺のね。ここに、あ、これもう消しちゃうか、こうで。だから、6636×4。144かな。これ間違ってたらまずいね。こんな感じ。待って、さっきのだ、さっきやったやつと、同じにな、どこだ自分の字が汚くて見えない。どこだ、あー、OK やね。という感じで、やってみてください。ほんと、9はね、ポロッと出されるんで、ぜひね、公式、この問題じゃなくてもいいんで、9の公式使う問題って他にもあるからさ、ぜひね、覚えておいてください。で、次が度数分布表です。ちょっとね、表書いてないんですけど、書かなかったのはね、もうシンプルなんで覚えてもらうことが、ちょっとなしでいきます。で、今回のポイントは、まあ、階級値、あに当てはまるともね、階級値と、まあ、最頻値の求め方なんです。で、まず、階級値の求め方を覚えてほしい。です。で、今30から60、表の2つ目か。あと関係ないんだけど、ちょっと求め方覚えてください。階級値っていうのは、30から60ってやったら、この2つの数字のど真ん中の数字が階級値なんです。例えば、1と3のど真ん中だったら2ってすぐわかるの。で、もちろん、30と60のど真ん中って言われて、あの数字でしょみたいな。すぐわかる子もいると思うんですけど、一応求め方を覚えてください。それは、この二つの数字を足して2で割ればいいんです、ど真ん中は。だから、30と、まあ、60足して、一応カッコつけようか、ちゃんとね。これ90だよね。で、それを2で割ると。だから45っていう。これが30から60の階級値の求め方になります。で、今、あだよね。で、あは、120から150かな。の階級値。だから、120と150足して270でしょ？それを割るにして、135。これが、階級値。まあ、あのね、答えになると。で、もう一個、最頻値ですね。どうしようかな。頻って書いておけば、頻の漢字を。はい、ど忘れした。はい、歩くだった。ごめんね。ちょ、頻な、まあ、もって書くより頻の方がわかりやすいよね、きっとね。で、最頻値っていうのはこのね、度数分布表でいうとこでは、まあ、最頻値だからさ、一番人数がいるとこでしょってなんとなくわかると思います。で、今回一番人数が多いのは、90以上、120未満のとこなんですよ。15人いるんだけどね。で、じゃあどの数字書けばいいのかってなるんですが、それは、この度数分布表ね、の時は、そのとこの、まあ、15人いるところの階級値を書けばいいんです。だから同じ出し方は。で、90から120のとこなんで、足すと210なんだよ。で、それを2で割ればいいだけなんで、最頻値は105と。これで終了となります。結構ね、例えば中央値とか、まあ、最頻値もそうですけど、中央値とか最頻値はやっぱよく出てきます。印象としては。で、そこに階級値がね、ポロッと出てくると結構ね、うってなる。ここがいたりするので、まあ、ここでね、階級値をしっかり押さえてもらえたらと思います。んで、ラストだね。今回ちょっとぶっ込みましたけど、文章問題を。まあ、たまにはこういうのもいいかなと思ってね。で、この文章問題は、連立方程式なんです。で、先に言っちゃうとね、連立。で、連立の中でも苦手な子が最も多い割合の問題をワード入れました。まあ、それが出てる受験問題を使ったんですけど。で、ざっくり言いきます。まず、去年の1月ね、昨年1月の電気代と水道代、まあ、ごちゃごちゃ書いてあるけど、それの合計が530円だったんです。去年ね、昨年がね。で、家族で節電、節水、もうね、節約しようぜって頑張ったと。そしたら、今年は水道代、ごめん、電気代が 15% 下がったの。で、水道代が 10% 下がった。そしたら460円になりましたと。じゃあ、昨年の電気代と水道代、いくらか求めなさいっていう問題。で、これはですね、まず昨年、まあ昨年と今年ってあったら、基本的に昨年を文字で置きます。必ず。まあ今回昨年出せって言ってるからいいんですけど、つまり、ここをね、XY って置くの。求めたいからさ。で、まず昨年は、X、まあ電気代と水道代足したらいくらって言ったら530円だったんだよね。だからこうなる。自分割合の問題は基本的にこうやって表を使います。昨年と今年。で、電気代数。まあ、今回電気と水道が主役だからさ。それ二つ書いて必ず合計も書くこうやって。この表を使うんですけど。
で、次がポイントだよね。ここ、今年。で、電気代が、去年、まあ、昨年のね、この X より 10% だっけ？嘘だよ。ごめん、15% 下がったんです。で、ここがポイント。X より 15% 下がった。これを言い換えます。15% 下がったっていうのは、つまり 85% になったって意味なんです。どういうことかっていうと、MAX は 100% です、基本的に。こう基準 100%。こっから 15% 下がったってことは、つまり85まで落ちたんだよね。去年の 85% になりました。パーセントは100分のをつけないと使うことができないので、100分の85、そしてこの X をかけてあげるっていう。これがパーセント、まあ割合の使い方と求め方ですね。で、同じように水道 Y ですね。これも 100% から 10% 落ちたんです。つまり 90% になったので、100分の90で Y をかけてあげると。で、今年は合計が460円になったって言ってるから、これでも表が全部埋まりますよね。で、あとは、ここを足すイコール、足すイコールにすれば OK。あとはその連立を解きます。わかるよ。下めんどくせえなって思うだろうけど。で、慣れてない方、こういう時に苦手な方とかは、もう下に100をかけてください。でかい数字になるけど。絶対解けるから頑張れば。100をかけて、85X。足す 90Y イコール46000から攻める。で、上にも85とかをかけて揃えていくと。いい。それでいいんだけど、ちょっと先読みしてほしい。ちょっと楽をしてほしいのは、これね、両方とも、この二つ、こっちと無視でいいです。この二つ、両方とも5で約分できるんですよ。例えば、こっちを5で約分して、こっちを10で約分はやめた方がいいです。分母が変わっちゃって、どうせかけるからめんどくさくなるの。で、これ両方5で約分すると、書こうか。こっちがまず、下は20だよね。間違いらんない。上が17か。ここね。5で約分すると。で、こっちも5で約分すると、20分の上が18。で、今こうなります。いや、もちろん黒はちょっとあんま変わんないかもしんないけど。で、これに全体に20をかけるんです。20を。そうすると20かけるんで切ります、切ります。で、これはあと20かければいいから、つまり、17X プラス 18Y イコール、まあ、0をね、ちょっと俺2個切っちゃって46かける2をする。そうすると92か。で、0、2個あたりくっつければいいから、9200になりますね。これ合ってる？あ、OK、OK、大丈夫。で、やると、100をかけるよりは、数がちっちゃくなるので、その分計算ミスを避けられます。ただ、ちょっと今ね、やったことが、あ、なぁ、みたいな、思う方は、シンプルに100をかけてやってください。のが楽です。あとは100をかけてから5で割っても構わないんですけど、多分その作業をするのもめんどくさくなるので、いいかな。で、じゃあ今こうなったんで、上に数字をかけて揃えます。で、まあ、どっちでもいいけど、18をかけた方が楽かな。じゃあ、その上に18をかけて、18X プラス 18Y。で、ここですね。530に18。53×18 やろうか。はい、324。これ間違ったらあかんな。954。954。で、0、1個も取ったから、それを後で付ければいいね。よいしょ、よいしょ。で、こうなりました。で、あとは引きます。で、Y 消えるけどね。まあ、18-17 なんで、シンプルに X になります。で、こっちが340。で、この割合の問題のいいところは、だいたい片方が X たす Y イコールホニャララがなってるんだよね。だから、X が340って分かれば、もうここに340入れて、ちゃんと書くんだったら、340プラス Y イコール530ってなるんで、340右に持ってくれば、530-340で Y は簡単に出せるから。こうやってね。で、これで終了です。出したかったのは昨年の電気代と水道代の値段なので、ちょっとね、簡略化でごめん書いちゃうけど、電気が340円。待ってね。青のインクがなくなってきた。で、水道が190円と。これで終了となります。
いいかな。まあ割合の問題はね、特に苦手な方はシュシュって言ってるのにシュシュじゃねえじゃんって思う方もいるかもしれないんですけど、まあもう25段まで来てね、ずっとやってくれてる方もいると思うので、まあたまにはね、ちょっといつもと違うタイプの問題を入れて、ああ、なるほどなるほどって思ってもらえたらなと思ってね、今回は1問、文章題入れさせてもらいました。では、今回は高校受験対策のシュシュシリーズの第25段をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、そろそろね、今シーズンの受験シーズン、そろそろ言ってるけど、終わりにね、近づいてきましたが、もう少し撮っていこうと思いますので、もしよかったらね、まあ、次回のシュシュシリーズや他の単元もね、ぜひ見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。